それでは実際に海から帰ってきた時のメンテナンス方法と自宅での保管方法について紹介していきたいと思います。まず海から上がってきたらサーフボードが、海水や砂で汚れているのでしっかり洗っていきましょう。でその時のポイントとして、まあ、サーフボード全体に水をこうかけていきます。水をかけていきます。でポイントとして、まず床になるべくサーフボードを置かないようにしてください。壊れてしまうんで。フィンを止めてるこの部分が穴になっていて、ここに砂や海水が溜まってしまうんですよ。でここをちゃんと洗わずに放っておくと海水がここに固くなって、塩が固くなってしまってフィンの脱着がしにくくなってしまうんで、帰ってきたら必ずここを重点的に水で流してください。で表側も同様しっかり海水を洗ってください。まあ、この時に手でこすってよく落とすとより一層きれいになるんでいいと思います。僕もサーフボードをすごく大事にするんで、自宅でこの後保管する時にもきれいに洗うことをおすすめします。そして、使ったこのリーシュコードも洗っていきます。で結構ねリーシュコードを洗うのって思う方もいると思うんですけど、リーシュコードもよく洗ってください。なぜならこのベルグロ部分に海水、塩水だったり、砂が絡んでしまうと本来のこのベルグロのパフォーマンスっていうのが落ちてしまうんですよ。なんで使ったら必ずリーシュのこのベルグロ部分をよく洗ってください。あとは、ここの付け根の部分、足にリーシュコードが絡まないように回転するようになってます。この部分も海水が溜まってしまうと周りが悪くなることによって本来のリーシュコードのパフォーマンスも落ちてしまうので、必ず使用した後はきれいに洗ってあげてください。こっちも同様です。しっかりこう海から上がってきた後もメンテナンスすることで、サーフボードとリーシュコードのパフォーマンスも持続できるので、メンテナンスは怠らずにやりましょう。はい、それではきれいに洗ったサーフボードを乾かしていくポイントについて教えていきたいと思います。まずこう置くときは必ず優しく置いてください。じゃないとサーフボードのこの下の部分がすぐに壊れてしまいます。で一番大切なのが日向には絶対に置かないでください。直接太陽光が当たってサーフボード自体に熱がかかってしまうと、サーフボードが傷んでしまいます。それとせっかく塗ったワックスも熱で溶けてしまうので日陰で乾かしてください。でもこうじゃあ日陰だったらどこでもいいやって言って日陰に置いてしまうと、風とかが吹いた時にうわーってサーフボードが倒れてしまうとすぐにサーフボードも壊れてしまうので、なるべく倒れにくい、こう綺麗に置ける四隅などに立てかけて置いておくことをおすすめします。で同様にこう洗ったリーシュコードもこうして例えば長い間保管してしまうとリーシュコード自体に癖がついてしまうんですね。これ癖がつくとリーシュコードをこう使おうと思った時に足にぐちゃぐちゃって絡まってしまうトラブルも起きるので、必ずリーシュコードはまっすぐの状態で、保管してください。乾かす時も同様で、サーフボードにかけてまっすぐなるように、乾かしていってください。サーフボード同様日向に置くと、傷んでしまうので日陰でしっかりと乾かして保管しましょう。サーフボードはすごくデリケートなものですぐに壊れてしまうので大切に扱いましょう。では実際に僕がいつも自宅で保管している方法を紹介したいと思います。しっかり乾いたサーフボードを自宅に保管する場合、ニットケースを入れるのをおすすめします。
で、これニットケースに入れる時の注意点として、サーフボードの上側、そしてニットケースのロゴが入ってる上側、これを常に統一することによって、サーフボードの表側に塗ってあるワックスがニットケースについていても、ボトム側にニットケースのワックスがつくことを防げるので、統一してニットケースに入れましょう。僕は、ニットケースを入れることをすごくおすすめするんですけど、僕は常にもう暇さえあればサーフボードをね、こう触ってテンション上げたいんで、ニットケース入れない場合もあるんですけど、汚れだったりサーフボード壊れてしまうのを防止できるんで、ニットケースを入れることをおすすめします。で、またこうテール部分もね、たまにすることによって、サーフボードを置いた時にクッションになる効果もあるので、ニットケースに入れて自宅で保管することをおすすめします。実際にこの四隅に立てて保管する場合、本来はサーフボードラックがあれば一番ベストなんですけど、なかなかスペースも取ってしまうし難しいと思います。そういう方は必ず部屋の四隅に置くことによって、サーフボードの転倒も防げますし、また近くにいる人への、倒れていた時の怪我防止にもなるので、必ず四隅に置いて倒れないようにしましょう。横に寝かせて保管しておく場合、これ家の中でも特に、遠征先の外でもそうなんですけど、このサーフボードの裏側を下に向けて置かない、これはもう僕も常に皆さんに伝えてるんですけど、これは本当にダメな置き方です。なぜかっていうと、サーフボードと地面との接触面が多くなってしまうんですよ。これによって、例えば駐車場だったら石だったり、自宅だったら物だったりが当たってしまうことによって、ボトムがすぐに傷ついてしまいます。最悪の場合壊れてしまいます。なのでこれを防ぐために、逆にしてサーフボードの表側を裏にしておきます。こうすることによって、サーフボードの先端部分と、後方部分、ここが軸になって地面との接触面が少なく済むので、サーフボードを壊さずに保管することができるので、横に寝かして保管する場合は、このように四隅に寄せてサーフボードを保管しましょう。で、ここで、一番の注意点は、ご家族だったり、お友達だったりに歩いてる時にドーンって蹴られないように、もうそれは本人の口うるさくもう皆さんに伝えて、大切なサーフボードをしっかり保管していきましょう。それでは今お伝えしたポイントを踏まえて、最高なサーフィンライフ始めましょう。はい、実際にダメな例としては、直接日が当たるところで保管したり、サーフボードの裏側が地面に接するように置いてしまったりするのは、サーフボードを壊してしまう可能性もあるので、正しい保管方法で大切に扱いましょう。